八千神様、お世話になりました。また来ます。今いる古民家は水が全く出なくなりました。水がないと生きていけません。たくさん汲ませてもらいありがたいです。これで安心していられます。つららの芸術です。素晴らしいと思います。帰る日も晴れてありがたいです。気をつけて帰ります。立派な宿り木があったので写真を撮らせてもらいました。仲良く共存していくのでしょうか。20年近く前にバスガイドさんから聞いた話です。その昔、修験者が十和田の山で修行したそうです。こちらの橋は通天橋といって、天に通じる橋ということで、橋の真ん中で願い事を3回唱え、それを誰にも言わずにいれば願いが叶うというふうに聞きました。私はこちらを通るたびに願い事をしています。なんとなくですが、叶ったような気がします。雪が溶けたら、お水を汲みに、お風呂に入りに、また来ます。